つはすげえ。こんなところに人がいるぜ。よーみんな、こんにちは。お前たち最高だぜ。お、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶知らない人もいるようだな。よし、じゃあガイドさん、こっちの後ろの一番後ろで内側の通路から2番目に座ってる大人の男性かな。今とってもうまくをやってくれた。ちょっと話していた。こんにちは。こんにちは。ありがとう。名前は何て言うんだい？カルロンです。カルロン、合ってる？合ってません。あ、そうか。もう人間の名前慣れてなくて、もう一回教えてくれるかい？カルロンです。もう一回教えてくれる？カルロです。カルロンがいらないってことか。正解です。あ、そうかそうか。それだけ言ってくれた方が分かりやすかったかもしれない。うん、カルロ。よし。じゃあウミガメの挨拶知らない人のためにもう一度見本やってもらいたいんだ。改めて説明するけど、俺が最高だぜって言ったら、カルロは両方のヒレを元気に高く上げるんだ。よし。じゃあみんなカルロに注目するんだぞ。それじゃあ行くぜ。カルロ最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。いや、とってもよかったな。みんなもカルロみたいに頼んだぜ。よし、じゃあ今度はそうだな。おっ、ガイドさん、こっちの前の子話してみようか。前から2列目の内側の通路寄りに座ってるその子話してみよう。こんにちは。すごい戸惑ってるじゃないか。ごめんな、ウミガメと話すことそうそうないもんな。名前なんて言うんだい？何かしら言ってくれてはいるな。うん、ありがとう。ちょっと隣の女性話しようか。その子との関係を教えてもらえるかい？母です。ママだな、よろしく。ママ、その子の名前なんて言うの？サホです。サホ、可愛らしい名前だ。ママの名前はなんて言うんだい？ひとみか。汗そうな名前だ。じゃあママであるひとみに聞きたいんだ。お嬢ちゃんのサホからたくさんいろんな質問をされたっていう経験ってあるかい？あります。そうかい。や、俺の息子のスクワートも質問ばっかりだ。いや、ひとみ、俺たち親同士バッチリ通じ合ったようだ。話できて嬉しかった。ありがとう。サホもありがとうな。みんな二人に拍手してくれ。実はさっきもスクワートにこう聞かれたんだ。ねえパパ、人間ってなんであんなに僕たちと違うの？でも俺は何も答えてやれなかった。だから今日はみんなに人間のことを教えてもらいたいってわけさ。協力してくれるなら元気にヒレを上げてくれ。お前たち最高だぜ。カルロのおかげでみんな上手くなってるぞ。よし、それじゃあスクワートからの最初の質問。ねえパパ、人間って何を食べるのって聞かれたんだ。じゃあこの中で食べ物を食べる人をヒレを上げてくれ。さあ、食べる人はヒレ上げて。人間食べない人もいるのか？どうやって動いてったかな。ガイドさん、じゃあ真ん中の一番後ろかで、こっちの通路から2番目かな、頭になんか何本穴子みたいなものが乗っかってる人なんだ。そうそう。あ、こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？しおりです。しおり、しおりの大好物ってなんだい？いくら。お、海の中じゃ全然聞いたことない食べ物だな。なんだそれは、どういう食べ物？なんか、プシプシしてて美味しいです。お、そう、そういうのもあるんだ。全然聞いたことないもんだ。俺たちが食べるのはこの下に生えてるこういう緑色の海藻ばっかりさ。こういう海藻をわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるのが大事なんだ。それで俺とっても大きくなった。しおり、俺の体重何キロあると思う？ガリガリだな。もっとあるさ。俺の体重はな、300キロあるんだ。うん、だからしおりもそのいくらたくさん食べて300キロ目指してくれよ。お前たち最高だぜ。よ
よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるっていう人、ひれを上げてくれ。さあ、何でもいいぜ。よし、じゃあどうしようか。おかえろさん、じゃあこっちの前の2列目の内側の通路寄りで両ひれ一生懸命上げたその子、話ししようか。お、こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？川田かなでです。川田かなで、合ってる？合ってます。よかった。川田かなで、聞きたいことなんだい？クラッシュは何が好きなんですか？なんて幅の広い質問するんだ。好きなものたくさんあるからな。何が好きだろうな。じゃあさっきそうだな、食べ物の話したから、あとは好きなもので言ってでもやっぱ大切なのは家族かな。俺にはシェリーっていうパートナーがいて、シェリーとの間には65匹の子供たちがいるんだ。家族のことはみんな大好きかな。川田かなでは何が好きなんだい？イクラです。そうなのか。なるほど。子供から大人の女性までに好かれる食べ物がイクラっていうことなんだよ。よりイクラについて知れた気がするよ。ありがとう。みんな川田かなでに拍手してくれ。最高だね。よーし、他に質問あるか。さあ、後ろの大人も遠慮すんな。お、ガイドさん、じゃあ真ん中の前から4列目のこっちの通路側のその人を話そうか。そうそう、こんにちは。こんにちは。お、名前なんて言うんだい？ほのかで。ほのか、聞きたいことなんだ？鮭は魚だろ。お、サーモンってのはそれ何のことなの？イクラの親。ごめん、ちょっと俺パニック起こしてるんだけど。俺食べ物だと思ったけど、なんだ、そのイクラって食べ物には親がいるってことか。それがサーモンっていうのは、そのほら親ってことは何かの生き物なのかい？魚。衝撃の事実だな。そうか、なるほど。あ、なんだ、魚だったのか。サーモンってのがいて、それの子供のことをしおりも川田からでも好きだっつってたのか。すげえ怖い話じゃねえかよ。勘弁してくれよ。魚は友達なんだ。できればその話はしたくないかな。鮭と魚、サーモンの違いってのも俺にはよく分かんないけど、ちょっとこれ以上この話しない方がいいと思うから、みんな海藻食べてくれよ。海藻食ってくれな。お前たち最高だぜ。よし、他に質問あるか。さあ、何でもいいぜ、入れてくれ。じゃあどうしようかな、ガイロさん。そしたらちょっと子供行こうか。こっちの前4列目のさ、内側の通路から2番目、一生懸命ひれ上げてるよ。こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？玄太くんです。玄太くん、よし、聞きたいことなんだい？好きな食べ物は納豆。好きな食べ物は納豆ですって言ったのかな。そういうのもあるんだ。イクラって言わないだけとっても良かったと思うよ。もうイクラの話はちょっとできないとこだったからな。そうなんだ、納豆って食べ物ある。知れて嬉しい、玄太くんのおかげだよ。最後に俺から一個だけ君に伝えよう。それは質問ではなく報告ということを覚えて帰ってくれるといいかもな。優しい子だ。みんな玄太くんにも拍手をしてくれ。毎日最高だぜ。お、ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー。あ、ベイリーじゃないか。おい、ベイリー。クラッシュ、やー。お、ベイリー。ハロー、人間。お、そうだベイリー、君の得意のエコロケーションを人間のみんなに見せてやったらどうだい？見てて。うー、何か見えてきた。うー、わー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。おー、じゃあな。ん？耳が4つ。そうか、しおりの頭の上。おー、
ーイベリーあれは耳じゃないアナゴだいやでもエコロケーションつうの面白いもんだな。誰か人間もできたりするかな。あ、そうだ、あの人にやってみてもらおう。カルロー、カルロ、エコロケーションやってみようぜ。じゃあそうだな、俺が何本のヒレを上げてるか当ててみてもらおうかな。じゃあカルロ、まず両方のヒレを頭の横に持ってくるんだ。で、目を閉じる。答えるまで開けちゃダメだぞ。そのままうーだ、せーの、うーん、埋蔵続けて、頑張れ。よし、まだ目開けるなよ。そのままカルロ、俺が上げてるヒレは何本だ？2本。正解だ、みんなカルロに拍手だ。やるじゃないか。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えて本当に嬉しかった。お前たち最高だぜ。ありがとう、楽しかったぜ。また話そうだ。人間のみんな、いくらじゃなくて納豆くれよ。クラッシュバイバイ。皆さん、クラッシュに大きな拍手を。クラッシュに会いたくなったらまた遊びに来てくださいね。この後順番にご退室いただきます。ご案内があるまで座ったままお待ちください。ありがとうございます。